えっと、ひろゆきさんはバイク事故の慰謝料でアメリカに留学したそうですが、僕も事故にあって慰謝料をぶんりたいと思っています。えー、痛い痛いと永遠に言っていれば加害者からし、慰謝料を取り続けることはできますかいいえ。えっと、あの、痛い痛いだとダメで、結局その病院に通ってる記録が必要で、なので僕はあの、その足が痛いと言って、その足をなんか温める治療みたいのをしてもらうみたいなのを、近所の病院でやってもらうっていうのを、2日に1回ぐらいしたかな。 1>, あの1回行くといくらみたいな感じで増えるので下手にバイトするより病院行く方が儲かるっていうのがあってなのでめちゃめちゃ通院してましたねはいまああの普通にまあ争えば多分その治療機関とかにはなるんですけどまあその治療機関で争うにしてもその本当は治ってたんじゃねって言われるのがめんどくさいのでなのでその病院通いまくるっていうのでまああっちから文句が言いようのないような形にしてました